アクアティーンハンガーホースはアメリカ合衆国のテレビアニメ。アメリカ合衆国ではカートゥーンネットワークの深夜枠であるアダルトスイム枠で放送されており、カナダでもテレトゥーンで放送されている。日本ではポニーキャニオンにより2009年に DVD がリリースされた。本作の原型はスペースゴースト、コーストツーコーストのバファラーミールだがこの回における キャラクターのデザインや口癖などは現在のものと異なっている。2000年12月30日にパイロット版の放送が行われて以来本作は2015年8月30日までの15年間にわたって放送された。2007年にはアメリカ合衆国の877の映画館で EN アクアティンハンガーフォースコロンムービーフィルム4シアターズが上映された。本作は ニュージャージー州郊外に住む擬人化された3人のファストフードとその隣人を主人公にしており、家にやってくる怪物たちと登場人物たちのやりとりを中心としている。その怪物たちは大抵非力だったり、無責任だったりすることが多い。ポストモダニズムユーモアを持ったアニメとして知られている。本作はシュールなネタやブラックユーモアがよく用いられており、 最初は順調だっているストーリーが、キャラクターの言動によって混沌と化することが多い。また、話に連続性がなく、レギュラーキャラクターが死んだと思ったら次の回では元気に、していることもある。マスターシェイク生ダナシュナイダー、吹き替え、元当時ミルクシェイクを擬人化したキャラクターで、頭にピンクのストローが刺さっている。ソシオパスで、自己中心的。よく、 ミートワットに怒りをぶつける。フライロック製、ケアリーミーンズ、吹き替え、ヒゴカツヒロフライドポテトを擬人化したキャラクター。歯には強制器をしている。青い不思議な宝石を身につけているため、浮遊した状態で現れる。フリーランスではあるが、立派な科学者である。そのため、唯一三人の中で頭がよく常識的であり、マスターシェイク。 ミートワットにとっては父親のような存在。ミートワット星、デーブ・ウィリス、吹き替え、松村邦博ひき肉を擬人化したキャラクターで単純な性格をしている。中指やエグルー、ホットドッグなど様々なものに形を変えられる。カール・ブルーターナ・ナナビルスキー星、デーブ・ウィリス、吹き替え、元当時3人組の隣人。よく3人の行事やトラブルに巻き込まれており。 彼らをイカれた連中として嫌っている。ハゲで太った体格をしており、金色のネックレスに白いタンクトップ、青いスウェットパンツ、緑のビーチサンダルといった服装をしている。ポルノとボストンのモアザン、エーフィーリングといったクラシックロックを愛しており、それを G の種にしている。熱狂的なニューヨークジャイアンツのファンでもある。ドクター・ビアード製、シー・マーチン・クローカー、吹き替え。 元当時錆びれた精神病院に入れられたマッドサイエンティスト。スティーブ・ゼー、シー・マーチン・クローカー、吹き替え、ドクター、ウィアードの助手。なぜか、ウィアードとは、夫婦関係にある、ザム・ニーナイツ・ガツから来たエイリアン二人組。彼らの名の由来は、メノナイトより、二人が合体することで、ムーン・ブラスターやムーングレーシャーに変形することができる。 ボストンアードキャンペーン爆弾騒動の際用いられた、イグナインヨークトのライトイグナインヨークト性、デイブ・ウィリス、吹き替え、二人組のうち、大柄で緑色の体をした方、中指を上げて、I am doing this as, hard as, I can ということで有名。2007年に起きた、ボストンアードキャンペーン爆弾騒動の時、彼のイラストが用いられた。アーセイ、デイブ・ウィリス、吹き替え、 二人組のうち小柄で紫色の体をした方。口が悪く、結構暴れん坊。バーキシー・ブラウン星、デーブ・ウィリス、吹き替え、ミートワットの箱からできた、イマジナリー・フレンド。黒人のアクセントと性格を持っており、ミートワットは彼を恐れている。他にも、ルーイやバネッサといったリンゴとトイレットペーパーの筒が、いる。サイバネティック・ゴースト・オブ・クリスマス・パスト・フロム・ザ・フューチャー。 生、マット・メイラー、吹き替え、オギル・ソープ生、アンディ・メリル、吹き替え、エモリー生、マイク・シャッツ、吹き替え、MC ・ピーパンツ生、MC ・クリス、吹き替え、売れないラッパー。最初は、オーグも、その後は、牛や老人になっている。何度も死亡しており、死ぬたびに、サタンに違う姿で地上に返されている。三人組に二回殺されている。 リトルブリトルの時は、吸血鬼になったものの、日光を浴びて死亡。ドクター・ウォンバーガー製、トミー・ブロチャ、吹き替え、異星人のマッドサイエンティスト。MCP パンツ同様何度も死んでは違う姿で、現世に戻っている。ディカソドで、初登場を果たした時は、陰形を擬人化したような姿をしており、ウォンバーガーという飲食店を経営しながら、他人の陰形を狙っていた。 クリーチャーフロムプラックラグーンで再び登場した時は、歯を擬人化したような姿をして他人の歯を狙っていた。このアニメの大半は声優によるアドリブで構成されている。番組に脚本は存在するが、最終レコーディングで声優がアドリブを入れるため、元の脚本からかけ離れた内容になることもある。これは、キャストやスタッフの幾人かがスペースゴーストコースと オープニングテーマは、ラッパーの EN、スクリーディが歌っており、初期においては、解説を入れることもあった。主役の3人、マスターシェイク、フライロック、ミートワットはもともと、スペースゴーストコーストツーコーストのバファラーミール、という回に出てくる、架空のファーストフードチェーン店バーガーとレンチの、マスコットキャラクターを原型としており、この時点では、マスターシェイクとフライロックのデザイン、性格、 声が現在と異なっていた。タイトルのティーン・ハンガー・フォースという名前は、3人が10代の人間たちの上を癒すという使命から付けられたもので、ある。バファラー・ミールは数年間放送されず、本作の人気が出てきた際に、ケンタッキー・ナイト・メアと改作された形で、初めて放送された。本作のテーマソングは、スクーリー・ディーが担当しており、テーマソングが、ゲーム・セイン・ツ・ロー。 ザ・サードに使用されている。また、スクーリーリ以外にも、ジョシュオムやニーコケースといった、多数のミュージシャンが参加しており、最終シーズンである、アクアティンハンガー・フォース・フォーエバーのザ・ラスト・アン・フォーエバー・エバーという回では、パティ・スミスが登場し、アクアティン・ドリームを演奏した。EN、アクアティン・ハンガー・フォース・フォーエバーも、参照2015年、アダルト・スイムは、本作の打ち切りを発表した。 打ち切りは原作者であるデイブ・ウィリスとマット・マイ・エラーロの意思を無視して決定したものであり、この時点で第11シーズンであるアクア・ティーン・ハンガー・ホース・フォーエバーはまだ完成しておらず、スタジオから二人に連絡が寄せられる形となった。ウィリスはアダルトスイム代表のマイク・クラッツォは他に移る準備ができていたため、打ち切りを決めたのだろうと話している。2015年8月23日に、 スペシャル番組ザラストワンフォーエバーエバーに放送された後、事実上の最終回となるザ・グレイテストストーリーエバートールドが8月26日にオンライン配信され、8月30日にテレビ放送された。この回をもって終了した本作は、アダルトスイムのオリジナル番組の中で最も長く放送されたアニメとなった。続編の構想。 編集打ち切りについてのインタビューの中で、マイエラーロは新作の構想がないとしつつも、またいつか戻ってくるかもと話している。2017年には、アダルトスイムに対し、なぜ本作の新エピソードを作らないのかという質問が寄せられた。2010年1月20日発売。俺たちの挑戦を収録2010年3月17日発売。激ヤバフレックスの謎を収録。 2010年4月21日発売、激ヤバフレックスの恐怖を収録。2010年5月19日発売、生死をかけた戦いを収録詳細は、アダルトスイムアドキャンペーン爆弾騒動を参照。ありがとうございます。